はいどうも、ヒデさんの動画になります。今回ですね、充電式クリーナー、一番売れてる機種ですけれども、これが新型が出るということで、早速1台、デモ機をお借りしましたので、紹介していきたいと思います。今、売れてるのは CL181 っていう機種なんですけれども、まあ、それに代わって CL281 という、こういった機械が登場となりました。まあ、それに続いてですね、280、282っていうその3機種出るんですけれども、まあ、その辺も合わせて、紹介していきたいと思います。大きく変わったのは、ブラシレスモーターになりました。そして、パワーが 60W ということで、今充電工具メーカーさんで一番強いマックスさんと同じ能力があるところですね。で、まあ、マックスさん、まあ、ちょっとうるさいんですけども、今回このマキタさんは非常に静かです。で、まず強モード、スイッチ入れると強モードになります。で、もう一回押すことでパワフルモード。で、最後、標準モードってことで、強を、最強を、標準っていう順番でいきたいと思います。じゃあ、まず一発目、これが。OK で、強モードが 42W で、最強モードは60、これがあのマックさんでしたですね、60で、一番弱い標準モードってやつですね、これが 15W になります。というわけで、3モード切り替え式が、CL の281ですね、という機種になります。で、281は、前回と一緒ですね、カプセルタイプになってまして、まあ、吸ったゴミが、こちらに溜まりますので、このままゴミ箱に捨てていただくという流れです。で、ひねってはめるだけっていう、まあ、ここはいつもと一緒ですね。で、まあ、このブラシレスモーターっていうのが一番大きく変わった点なんですけど、次に変わった点です。ここのですね、あの本体とノズルのここが、あの抜けるんだと。まあ、181も旧型になっちゃったんで、181の旧型はここはすぐ抜けちゃうんだっていうお声があったんですけれども、このように、ロックがつきましたんで、このパチッと入るんで、もう抜けなくなります、はい。で、まあ、こっちはあの抜けることなかったってことなんで、ここはあのギュッと差し込むだけなんですけれども、まあ、このロックが大きく変わった点ですね。で、まあ、掃除機の、説明はこんなもんなんですけれども、またオプションです。オプションで、サイクロンユニットが、出るんですけれども、まあ、ちょっとこのチラシまた、こんな感じで、サイクロンユニット、結局これもこのロック機構が変わることでサイクロンユニットも新型が出ます。こんな感じですね。ここのロック機構がついた新しいサイクロンユニットが出ると。で、サイクロンユニットをここにつけると、光っちゃってすいません。つけると、この分どうしてもノズルが長くなっちゃうんですよね。そうすると、普段使ってたこの長さよりも長くなってしまうので、使いづらいというお声がどうもあったみたいでして、サイクロンユニットをつけたら、その分、短いノズルをつけてみてはどうですかということで、ですね。これもちっちゃく書いたんですけど、このストレートパイプ340っていう、あの、ちょっと短いパイプがですね、後から別売されるそうです。なので、サイクロンユニットを購入された方は、この短いパイプを買うことで、今のですね、この、標準と同じ長さで、使うことができるという感じですね。で、ここからはですね、まあ、3機種出るって言ったんですけれども、ちょっと大きく、これでわかりますかね。まず、今私動画で紹介したのは、この CL281 っていう、3モード、パワフル、強モード、標準っていう、この3モード入った、これが多分一番売れると思います。これが、一番出る CL281。それで、これが、お安いモデルですね。CL280。トリガーのスイッチが、こう、ギュッとこう、サンダーと一緒ですね。こう、ギュッと押すだけのスイッチ。なので、モードは一つのみ。能力もちょっと弱くなってますね。この、ワンモードのみのこの掃除機。で、最後。これもちょっと、一般家庭だと売れるのかもしれないですね。CL282 っていう、この紙パックモデルですね。この
3機種発売します。まあ多分これでしょうね、一番売れるのが。というわけで、新しいクリナ、まあ、ものすごく売れそうでございます。発売しますので、よろしくお願いいたします。